皆さんこんにちは、キングレコード岩出和也です。よろしくお願いします。さあ、4月、新曲が出ました。はい、黄昏に愛をっていう曲なんですけどね、もう4月からもう今10月入ってるんですけども、もう半年以上経ってるんですけども、ようやくコロナ禍の中で、キャンペーンをすることができました。4月に発売しまして、1週目2週目で、オリコンチャートをこの曲1位いただきまして、本当にね、皆様のおかげでありがとうございました。それからもう半年が経過しております。この半年間は本当にね、もう我慢で、イベントもできず収入もなく、まあいろいろね、ファンの方々に、グッズを買ってもらったりね、いろいろそういうことをしながら、まあ、生活してきたんですけどもね、ようやくね、ちょっぴり活動もできるようになり、生歌も聴いていただく機会がちょっとずつできてきました。まあ、今回の曲はね、演歌寄りではなく歌謡曲、そして、まだポップス寄りなんですけどもね、季節は夏の終わりで避暑地に女性がね、涼みに行くわけなんですけど、そこで男性とばったり出会ってしまって、その男性には奥さんがいまして、でも忘れられないという、そういうね、切ない気持ちを歌っております。はい、まあこれからね、まあ、生歌を歌ってそういうイベントをねやっていこうかなと思うんですけども、ちょっと先になるんですけども、まだね、12月のこの20日にようやく、クリスマスディナーショーが決まりました。12月20日でございます。久しぶりにね、生歌を聴いていただく機会ができました。はい、ね、もう頑張ってね、まあ、ソーシャルディスタンスを取りながらなんですけども、皆様に、ね、納得していただける歌を歌いながら、ね、すごい、ね、いいショーを、ね、作り上げたいなと思ってますので、よかったらね、関西空港の近くのスターゲートホテル、関西エアポートというホテルなので、12月20日、ぜひね、よかったらお越しいただきたいなと思います。よろしくお願いします。まあね、来年にかけまして、まだコロナはね、来年も続いていくと思うんですけどもね、もうコロナに負けず、歌の方もね、歌っていきたいなと思います。ぜひ皆さんもね、感染しないように、気をつけて、もう手洗いと消毒だけはね、もう消毒液があったら消毒するようにして、感染しないようにね、心がけていただきたいと思います。ではね、岩出和也、これからも、そして黄昏に愛を応援よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。